はい、どうも皆さん、こんにちは、ビルトです。というわけで、今回はですね、早速、もうこの画面見てわかると思うんですけど、えぐくない？うん、えぐくない？まずこれえぐいよね。はいはい。というわけで、今回は、マインクラフト超リアル版、まあなんだろうな、マジで超リアル版のマインクラフトの世界をね、ちょっと見ていきたい。もうほんと今回はね、PVP とか置いとこう。今回はもう見よう、マイクラを。マイクラの本質をね、みんなに知ってほしい。ってことで、ちょっと見ていきたい、まず。よいしょよいしょ。ちょっとマジね、いろんなね、YouTuber がこれやっててね、俺もやりたくなったんだよね。これさ、えぐいよね。このさ、わかる？この影。この反射具合よ。えぐくね、ガチで。って俺は思う、本当に。いやー、すごくね？何これ？これマイクラだぜ、ちなみに。マイクラがさ、こんなさ、進化してんだよ、マイクラは。今ハイピクセルとかいいから、もう PVP とかいいから、もう、このマインクラフトを知ってほしい、俺は。いや、やばくない？これは。やばいしか言ってないけど、もう見てほしい。この感じよ。すごくね？マジで。ちょっと一番下まで行こう。あ、これが一番下か。いやー、やばくね？これよ、マジで。この光具合だよね。ちょっとね、まだもう何個かワールドがあるっぽいんで、ちょっとそれも行ってみますか、とりあえず。作る。あ、これの方がすごいかもしんない。もう何もないけど、うん。やば。わかる？この感じ。やばくね、ガチで。え、こうやってさ、外出れないのかな？あ、出れるわ、こっから。お、はいはいはい、海賊船ね。飛べないの？え、すごっ。やば。マイクラだよ、これ。ちょっと待って。ビデオ。これでさ、明るさ。こっちかな。すごくない？すごない？やばくないか？もう今回癒しだね。癒し動画。うん、本当に。これ、行こうぜ。やば！見てよ、これ。すごいんだけど、これいらないな、絶対。これ。すごっ。え、マイクラだよ、これ。みんな言うけど。マイクラだぜ。すごくないか。上上がろっか。やべ、ゾンビついてきてる。クリエイティブでやりたいな。でもなんかクリエイティブでやったらさ、俺飛ばしちゃうからさ、いろんなところ。多分、このモードの方が絶対いいんだよね。しかも今回多分 BGM だね。マイクラの BGM。このままの BGM 俺使うわ。の方が雰囲気に合ってる感じで。やばくない？行きたい行きたい行きたい。ああ、はいはい、ここからね。なんか正規ルートあるけどさ、とりあえずこっち行くか、近いし。やばくない？これ。これよ、マジで。これマイクラよ、もう一回言うけど。マイクラが本気出したよ、これ。こことかも、やばくない？マインクラフトさん、ねえ、マジで。マイクラだよ？いや、時代の進化を感じるわ、俺は。マイクラに。ちょっとあのチェスト取ろうぜ。いい、もう、見て。うん。見てしか言えない、俺は。あ、もらっとくわ。なんなら。ああ、なるほどね。溶岩ね。怖いな。
ぐいえ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 ぐいの見た。えぐいの見た。えぐ、これえぐくない？え、えぐくない？ちょっと待って。すごいえぐい。すごいえぐいとしか言えないわ。ちょっと待って、あのさ、俺は外行きたい、一回。走れないな。村あるわ、奥に。とりまさ、悪いけど、ちょっと豚殺そう。おいおいおい。まあ、ちょっと走るな、これで。見てよ、これ。すごっ。マイクラだぜ。何回も言うけど、マイクラだよ、これ。これがマイクラだぜ。時代を感じるんだけど、もう、もはや。やっば。すごいな、ガチで。ほら、あれが白か。ドラゴンで。ちょ、次のマップ行かない？次のマップ。はい、来た来た来た。人魚のマップなのかな、これは。さあ、ちょっと待って、ゲームモード変えたいがちで。オッケー、クリエイティブや。あ、はい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 。水の中行けってことなのかな。すごくない？マイクラだよ。何回も言うけど。いや、やばいな、これ。ガチで。綺麗すぎない？あ、多分さ、これさ。あ、はいはいはい。すごいな。マイクラだぜ、マイクラ。これすごい。すごい。感動の荷物。おお。これさ、水の中から見たいな。え、水の中からもう見れないの？あ、ここか。なるほどね。ほらね、ビビッとガチで。はい、というわけで、てな感じでね、今回はもう適当とかじゃない、これは芸術作品だと俺は思ってる、今回の動画は。ってことで今回は、まあもう今何年だよ、20年か、2020年のマインクラフト、マイクラ来てるぞ、マイクラはやべえよってことをね、全世界の人類に向けて僕は言いたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。これ、普通のマイクラ Java 版じゃなくて、マイクラ B 版、Windows 10版でね、まあ、誰でもできる、RTX 積んでる人は誰でもできるのでやってみてください。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ、普段僕は、Minecraft PVP、ハイピクセルサーバーでスカイウォーズの動画を作ってます。まあ、そのうちの動画をね、ぜひ見てほしい。というわけで、まあ、とりあえず今回はここら辺で終わりたいと思います。というわけでね、今回は、めちゃんこ綺麗なマインクラフトの世界を、まあ、紹介しました。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。それでは、
バイバイ。